お元気ですか、ボクシビでございます。今回は2024プロ野球チップス第1弾の開封動画第13回目でございます。今回はね、これ急遽動画を上げました。まだね、売ってるのでね、もう1回だけね、やりたいと思います。5袋で、挑戦していきたいと思います。でね、前にも言いましたけど、今回からね、ちょっと輸入、グローブ、ごめんなさい、手袋が変わりました。このね、黒い手袋になりましたので、よろしくお願いいたします。第13回目の1袋目でございます。ポール伊王の、阪神タイガース近本浩二外野手でございます。埼玉西武ライオンズの源田壮亮内野手でございます。2袋目でございます。最優秀中継ぎを、取りました。広島東洋カープの島内宗太郎投手のカードでございます。クライマックスファーストステージ第3戦、劇的同点弾を放ったロッテ藤岡選手のカードでございます。3袋目でございます。10回の裏に逆転サヨナラヒットを放った阪神大山選手のカードでございます。で、首位打者2回目でございます。横浜 GNA ベイターズの宮崎敏郎内野手でございます。カードでございます。4袋目でございます。読売ジャイアンツの吉川尚輝内野手でございます。ヤクルトスワローズのホセ・オスナ内野手でございます。最後の5袋目でございます。読売ジャイアンツの門脇誠内野手でございます。で、最後はヤクルトスワローズの清水昇投手でございます。以上で2024プロ野球チップス第1弾開封動画第13回目終わりたいと思います。今回はね、急遽ね、プロ野球チップスの開封動画上げてみました。で、これで本当に最後かもしれません。で、近々第2弾も出ると思いますので、第2弾もね、もちろん開封動画やっていきますので、よろしくお願いします。で、あとですね、もうすぐですね、BBM 2024年度版のヤクルトスワローズとオリックスバファローズが、購入しましたのでね、先にどちらか、上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。私のスタイルは、前編と後編に分けてやっていくスタイルとってますので、よろしくお願いいたします。あともう一箱で、購入しまったので、それはお楽しみという形でね、いきたいと思いますので、よろしくお願いします。あとですね、私のサブチャンネル、僕の料理チャンネルでは夕飯動画毎週水曜日に上げてます。試食動画で気まぐれでやってますチョコボールチャレンジなどをやってますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。